四日市市内最大の広さを誇る南部丘陵公園。その広さは 48.13 ヘクタールで、東京ドーム10個分ほどあります。開業は昭和51年、今年で46年目になりました。公園は県道44号宮島橋線を挟んで南北のゾーンに分かれています。北ゾーンは大型遊具のほか、栗の木林、バラ園、梅林などの樹木や花壇があります。また四日市コンビナートを一望できる展望台があり、元旦の初日の出を見れる絶景のスポットと言われています。このバラ園は、余後栗の木林を作る会の方々が丹精込めて作られたバラです。5月になると見事に咲き誇り、来園者の目を楽しませてくれます。梅の花のですね、開花が1週間遅れたためにですね、今日の梅ちぎりとなりました。もう鳥頃の赤みがかかっております。子供たちのですね、梅ちぎり研修も終わっておりますので、一生懸命取ってですね、美味しい梅ジュース、梅干し等にですね、お使いいただければいいと思います。ひながまりは25年目ですが、梅ちぎりは18年目です。それで 梅を植えてから7年目から取れるようになったんですが、またこれからどんどん大きくなってしまいますので、よろしくお願いします。6月12日、梅ちぎりが開催されました。近郊の小学生が収穫後、一般の住民の方に開放され、梅ジュースや梅酒、梅干しを作るため、たくさん収穫されていました。梅酒と梅ジュース、炊飯ジャーでするの。8時間ぐらいでね、梅1キロに対して氷だと1キロ、して保温で、きれいに汁出る。1キロでものすごく出る。北ゾーンにはデイキャンプ場が作られています。ウェブでの予約となります。なお、デイキャンプ場へは専用の駐車場から入る方が便利です。南ゾーンには子どもたちに人気の小動物園があります。ウサギのホーランドロップイヤーはオランダ原産の飼いウサギです。ロップは垂れる、イヤーは耳、垂れた耳という意味です。モルモットやウサギとは日曜日午後に触れ合い体験もできるそうです。クジャクバとはクジャクのように広がった尾バネからこの名がついたと言われています。16世紀以前のイギリスで観賞用ハトとして品質改良されたものです。原種のカワラバトの尾バネは
12枚ですが、クジャクバトは20枚以上あります。小動物園にはその他にヤギと羊もいます。6月26日に子ヤギが2頭生まれました。2頭ともオスです。名前はまだありません。お母さんヤギと仲良く餌を食べて元気に育っています。ヤギの放牧は人が草刈りをしにくい近くの人工池の斜面の除草をするために毎週金曜日から火曜日にかけて行われます。広いところへ放してもらってヤギも嬉しそうに草を食べています。子どもたちもヤギと触れ合えて楽しそうです。5月9日、羊の毛刈りが行われました。野生の羊の毛は自然と抜けて生え変わるそうですが、家畜用の羊の毛は自然に抜けないで伸び続けます。そのため人間が1年に1度刈り取ってやります。今から毛を刈られることを察してか、メロ君少し緊張気味です。まずはお腹から刈り取っていきます。体長1メートルほどあるメロを抱きかかえてバリカンで刈るのは結構大変そうです。時々思い出したように足をバタつかせて暴れます。お腹から背中へ、そして後ろ足の方へ刈り取っていきます。
メロ君、少し疲れたのか、毛刈りをされることに慣れてきたのか、おとなしく寝ています。残りはお尻と尻尾を刈り取ったらおしまいです。最後に顔の細かいところはハサミで仕上げます。出来上がりです。約1時間かかりました。